はい、皆様こんにちは、こんばんは。グリード鈴木でございます。PC エンジン版の、04チャンプ2、続きをやっていきたいと思います。はい、前回ね、ゲーム、開始の冒頭部分で、やりまして、なんでしょう、英語を覚えて、アルバイトをこういうのがありますよみたいなのを、ご紹介させていただきましたね。この3種類、はい。で、その後、ひたすらアルバイトを重ねてですね、現在、お金がこれだけ貯まりました。いやー、まあ、正直言えば相当やりました。相当やりました。特に、この警備のバイトね。はい。最初の、ビル、6階建てだったんですけども、その最初のビル、の最上階にいる、ボス、を倒せるまでになりまして、はい、ここまでになりました。あとですね、まだ、車とか何も買ってませんし、それ以外のイベントは何も、こなしてません。まあ、ちょっとそうですね、一回見に行きましょうか。はい、レベル53まで上がりました。ね、HP も800超えましたし、攻撃力は100を超えました。という状況です。で、アイテムがね、結構いろいろ手に入りました。まあ、この段、なんでしょう、警備のバイトで使えるアイテム、まあ一応この急所針、ムチ、かわいいお面とかっていう、まあ、かよちゃんの写真はね、最初から持ってますけど、まあ、そういうのしか、まあ、ここに表示されてませんけども、ここに表示されていないアイテムもね、結構いっぱい手に入っています。はい、もう1300とか出るようになってます。まあちょっと軽く一回りしましょうか。で、部屋開けるとこうやってね、なんかアイテムが落ちてる時があって、それでね、プロテインの実とか今の防御スプレーとかで、まあ、ステータスがアップするんですけども、こんな感じで。あとは回復アイテムが入っているっていうのが、まあ、大体普通のパターンなんですけども、たまにそれとは関係ないというか、それとはですね、違う何でしょう、アイテムが手に入る時がありまして、はい、もうレベル53になるまでね、ひたすらこの警備の場合でやってたんですけども、まあ、その間になんかいろんなアイテムが手に入ったという状況ですね。で、これがね、アーマークラス、82まで上がってるんですけど、なんでしょう、受けるダメージってそんなに減ってないんですよね。まあ、確かに受けるダメージ減ってはいるんですけど、正直ね、そこまで最初の頃とね変わんない、うん、なんかそんな感じですね。まあ避けやすくなってたりとか、まああるのかもしれないですけど、うん、まあ、攻撃力はもう明らかに上がってますよね。多分こいつの攻撃最初の頃多分40とか50ぐらい食らってたかもしれないですけど、まあそれを考えたら、まあまあ減ってはいますよ。確かにね、減ってはいるけど、なんかそんなに82まで上がったのに、なんかそんなに減らないよなっていう印象ですね。
最初だってね、アーマークラス1でしたからね、最初。1が82まで上がったのに、こんだけダメージ食らうんだったら、なんかかなり、って感じ。なんかそんな印象です。まあ、サクサク上に上がっていきましょう。もうね、この辺の敵はもう、雑魚中の雑魚なんで、なんかなんだかんだでこうやってどんどんねステータスは上がっていくんですけども、レベルが上がる以外に結構ステータスが上がっていくんですね。でだんだん凶悪な敵が出るようになりますね。いいもんですよね。このなんだっけ、酔っ払い。ね、守備力がやたら硬いんですよね。700しか当てなかったと思います。この辺の敵大体1200とか1300とか当てるんですけど、半分ぐらいしか当てらんないですね。やたら硬いあいつだけ。まあでもなんかこれ昔のゲームらしくてですね、本当に敵のエンカウントの高さ、すごいよね。悪者とかね、ネーミングがそのまんまで悪人とかね。なんか地味に攻撃力がどんどん上がってますね。最初このスリー手に持ってんの拳銃か何かかと思ったらカバンのようです。はい、これで4回も終わりました。これなんか拳銃に見える。まあでもスリーなんだから拳銃じゃない。道具で例えばムチとかって使うと、ああ、ジョーさんがどよびっていうのが、はい、まあ、こういうやつ。えい、ピシッ、倒れた。なんだろう、決まれば一撃ってことかな。で、かよちゃんの写真は、体力が回復します。で、あと、このかわいいお面。なんか、どっかのね、どっかで見たようなお面ですけども、はい、これつけると多分敵のエンカウント率が変わるんだと思うんですね。あとね、多分ね、怖いお面っていうのもあった気がするんですけど、ちょっとまだ出てきてないです。可愛いお面をつけると敵が出やすくなるのかな。なんかそんな印象ですね。だから稼ぎたいときには可愛いお面つけてたら敵が出やすいので、まあ、最終的には稼ぎが増えるんだと思うんですよね。まあ、とりあえずいいかな。はい、こんな感じです。ビルないよね。あ、寝ずに5回でも出てくんだ。こんな不便なビルないよね。またこ
攻撃力ある。結構ね、こっちでトラップのアイテム出てくるんですよね。これね、最初の頃全然勝てなかったですね。痛い。こう倒すと、あ、レベル上がっちゃった。はい、こいつ経験値めちゃくちゃ持ってるんですよ。あ、また開けちゃったよ。はい、こいつ経験値ね、100持ってる、100。やったら強えなと思った。経験値100も持ってますよ、こいつ。これで5回も終わりました。もうね、だいぶもう楽勝になってきましたからね、このビルね。ただこれでアメリカ全土を回れるようになると、まあ当然他の、ダンジョンも出てきますので、はい、まだまだレベル54なんかじゃね、簡単にやられてしまうようなダンジョンもあるはずなんで、はい、まあちょっとあんまり覚えてないんですけどね。まあレベル上げておいた方がいいでしょうね。はい、で、最上階6階です。まあ、これもなんか変な形してますよね。いや、これ強いんですよね。240くらい。これもなかなか最初勝てなかったですね。でも経験値50しかないんですよ。さっき出てきたチーマーよりも、チーマーと同じぐらいかな。で、強さ的には、かなり強いですけど、ギャングは経験値50しかない。障害発音がめちゃくちゃ強いですね。45。で、この最上階6階の、部屋のどこかに、まあ、ボスがいるんですよ。このビルのね。どこの部屋にいるかは、ランダムみたいですね。あ、またエッチなホテル。来ましたね。ギャングのボスが現れた。はい、これが、このビルのボスですね。まあなんかギャングのボスというか、なんかね、いやギャングのボスって感じじゃないですよね。やった、ボスを倒した、はい、こんなメッセージが表示されます。まあこれだけなんですけど、これで何だろう、なんか特別ボーナスか何かが、多分支給されるんだと思います。まあいくらという明確な金額は分かんないですけど、でついでにね、今回もちゃんと、あ、綺麗なお姉さん、はい、この綺麗な女の子と、可愛い女の子っていう2人の、女性キャラクターがいるんですけども、これはね攻撃しちゃいけないんですね。逃げるってやるとちょっと待ってって、はい、回復アイテムをくれるので、まあ、そういうキャラクターです。まあね、綺麗な女の子ってなんか時代を感じさせる女の子でしたけどね。
多分これより障害犯の方が強い。はい、これで全部かな。はい、なので、6回も全部見えましたし、でさらにボスを倒しましたので、経験値100、結構ねいい金額もらえると思います。はい、終了。この中オーブンが焼き上がりました的な音が鳴ったもんね。はい、これで、バイト1回につき、いくらもらえたっけ。はい、6987。過去最高8000ぐらいもらいましたね。多分敵を倒した数がその時多かったと思うんで、まあそれでさらにバイト代が増えていく。だから、あの可愛いお面つけて敵をたくさん倒せば倒すほどバイト代は増えていくと思いますね。はい、まあ、こんな感じで、はい、ひたすらね、バイトを繰り返しまして、お金稼いでました。はい、でまあさすがにさすがにあのまあこんなに稼ぐつもりなかったんですけど、まあなんか最初のビルクリアするを目標にやってたら、まあこうなっちゃった感じです。はい、はい、では、そうそう、で、手に入ったアイテムっていうのがねこんだけあります。かよちゃんの写真とか可愛いお面とか、まあ、この辺はあの警備のバイトで使えるんで表示されてましたけども、他にも、ね、何に使うんだかわけわからないようなアイテムがね、いろいろあります。でこのヘンテコ CD っていうのは、あの多分レース中の音楽が変わるやつですね。前作だとあの通販でカーステレオっていうのを買うと、あのレース中の音楽が演歌になるっていうのがあったんですけど、多分そんな感じで多分レース中の音楽が変わるんだと思います。でもね、なんか多分使うっていうのをつけとけば多分レース中の音楽が変わると思うんですけど、まあまあとりあえずいいかなと思って、使用しないにしてあります。で他のアイテムは何に使うかよくわかんないんで、とりあえず使うにしてあります。はい、多分ねこのビーフジャーキーとかはあのお散歩、あのペットのお散歩のバイトで、犬がね、ワンちゃんが逃げにくいとか、なんかそういうアイテムだった気がするんですよね。多分これ持ってれば、おとなしく言うことを聞いてくれるんだと思います。まあ、ただ、もちろん逃げられてしまうこともあると思いますけどね、逃げにくくなるとか、そういうアイテムだと思いますね。あとね、ちょっと正直覚えてないんですよね。まあ何かしら の効果があります。車買いに行きましょうかね。あのこのゲームの目的はあくまでも04ですから。はい、一切ね、あのまだ04やってないっていうね。結構やりましたよ、多分ここまで稼ぐのどれくらいかな、2時間ぐらいやってんじゃないですかね。はい、トータルで、まあ、もちろんあのね、1日1回だけやったとか、なんかそういうのを繰り返しながらここまで来ましたけどね。はい、じゃあショップ行きましょうか。いやー、やっと進めますよ。はい、じゃあ車買いましょう。ラインナップは多分変わってないはず。ダイハツミラー何買う？もういっそのこと Z 買っちゃう？いやー、なんかもう
4万とか5万ぐらいまで行けばいいかなと思ってたんだけど、なんかやってるうちにね、なんか警備のバイトをだんだんね、なんかもうちょっとってやってるうちに、あ、6回制覇できんじゃねえかとか言いながらレベル上げてたらね、まあこうなっちゃったんですけどね。まあそうですね、 Z とか買っちゃえば、ドライコンディションでは結構ねいいところ行くと思うんですよね。いいところ多分、頑張ればクリアできるぐらいの速さにはなるんじゃないかなと思いますけどね。まあもちろんこのゲームはドライコンディションだけじゃないんでね、いくらドライコンディションが速くても他が遅かったら意味がないんで。どうしようか。まあ一応目標にしてたのが、7なんですけど、はい。7、まあ7買います？まあでも後々のこと考えて4買った方がいいですかね。まあ、そう考えると、まあ、前回の動画で お話ししましたけど、カルサ GTIR なんかは多分、ドライコンディションでも多分ウエットコンディションとかでも力を発揮しそうだと思うんですけどね。セリカとかね、まあ、多分ね、パルサーが一番いいと思うんですよね、この中だったら。これだったら、ドライでもウェットでも結構いいタイムが出せると思いますね。ただドライでの圧倒的な速さっていうのを見つけようと思ったら、まあこれじゃあ中途半端だと思いますよね。まあ、とりあえずなところだったらやっぱりこれで、やっぱドライでね、最後まで行きたいんだったら Z とか買った方がいいかなっていう感じです。これ車何台も持てるの でレースごとに車変更できますから、どの車使いますかっていう感じで表示されるので、別に、まあ、これをドライ専用にして、ね、これをウェット専用にして、でなんか他の車をアイス路面の専用車にしちゃってするという感じに、まあ、最終的になると思うので、とりあえず Z から言います。まあどうせ買うんだったらっていうのはありますけど、まあ、とりあえずね、Z じゃない、7ね、とりあえずこの車がこの車にどこまで行けるかやってみたいなと。あ、弱いね、聞いたよ。ちょろいな、親父。はい、買います。じゃあチューンアップしましょう。この辺はなんか前作と一緒ですよね。ちょっと取り扱いましょう。もうね、こんだけお金があれば7フルチューンになると思います。
ーブ4万とかするんだっけ。あ、そう。あ、これ全然お金足んないじゃん。ニトロとか売ってる。そうだっけ。とりあえずスリックタイヤを買う。あとは、この辺の下級機ですね。例えばインタークーラー買う。はい、セブンもともとターボついてるんですけどね。で、そうだな、まあ、セブンはドライ専用の車にするとして、うん、まあ、単純にいくとね、もうビッグターボを3つつけて、インタークーラーつけてで多分いいんですけど、まあ、ちょっとさすがにそこまで予算がないんで、とりあえずミドルターボをつけますか。これ残りの所持金が表示されないな。まあ、買えると思うけどな。はい、下級機3つつけられるんで、まだ3万残ってるのか。はい、これで車とパーツ、はい、で、チューンですね。で、今現在これがセブンの性能表というか、はい、330馬力まで、出てますよと。で、まあ、とりあえずスリックタイヤつける、インタークーラーつける、で、下級機を3つつけられるんで、とりあえずミドルターボを3つ、13馬力まで上がりますね。エンジン回転数からいくと、まあ、ピークはその6000回転ちょい前ぐらいですね。ピークパワーのね。だからまあそうですね、6000回転ぐらいで、シフトチェンジすればいいのかなという感じですね。よし、これでレース行きましょう。とりあえずセーブ。ではサーキット行く。はい、まだサーキット来たことないんで。ここはアメリカの誇る世界最大の、04サーキット。ああ、そうですね、はいはい。ああ、そうか、そういうのもあったっけか。どの車にかけますか的なやつね、あの競馬みたいな、まあ、この辺あんまりやっててもしょうがないので、まあ、自分で実際走るこれでしょうね。そうですね、前作は、どの車と勝負するかっていうのを選べましたよね。
300ドルまで、ですね、この300ドル、最高掛け金の300ドル、これに勝ってると、あと確か挑戦ができるようになると思うんですよね。日本に来て変な、ことわざを使ってた、例の、なんだっけ、スティングだっけ？はい。とりあえず、とりあえず最初なんで行きますか。はい、初レースですね。本作は運転席視点。そうですね、まあ当たり前ですね。はい、じゃあ300いってみましょうか。で、今回この運転席視点なんで、車ごとに運転席が微妙に違うんですよね。一応だってこれステアリングの真ん中がアンフィニのマークになってますもんね。なかなか凝ってるというか、まあ、実際の車の運転席わかんないですけど。はい、余裕ですね。スタートしてみようか。あ、ダメだ。でも9秒台が出ているので、ね、前作のクリアタイムが10秒台だったから、そうですね、明らかに早いですね。で、なんだっけ、冒頭のオープニングで、スティング、なんか軽く9秒台が出てたみたいだとかって主人公が言ってましたから。これででも勝てるのかな。多分ね、掛け金最大のレースで勝てるようになると、こう挑戦するができるようになるんですよね。あ、そうね。ロサンゼルスの、看板選手だと。わかんねえけど。相手のタイムがどれくらいかわかんないからな。とりあえず9秒台は出るようになりましたよっていう。相変わらずこう振っての低いやつですね。どうなりますか。これで勝てなかったらもうビッグターボ買うしかないね。ビッグターボ4万だったから、もうちょっと稼がなきゃいけないね。
ゃあやっていきましょう。こんなことしてたらさすがに勝てない気がするな。3速がなんかちょっと早かったな。さあ次は貴様の番だ。はい、勝てんのかな。これでアメリカ全土を回れるようになるだっけか。もうなんか素直に負けを認めるんですね。アスファルトコースにはドライとウェットの2種類があるんだ。あ、そうか。これあれか。ウェットとあとアイスコース。これ全部勝って初めてアメリカ全土回れるんだっけ。あー、そうか。あ、俺スティングに勝てば回れるようになると思ってた。違うか。あ。あ、出した、これあれじゃん。セブンじゃ勝てないじゃん。
あー、これ素直にパルサー買っとくんだったな。あ、これやべえ、セブン買ったの失敗じゃね。これセブンじゃ明らかにウェット、あともう一つアイスがあるんだけど、明らかにセブンじゃ勝てないんで、四駆を買わなきゃいけないんだよね、結局ね。あー、そっか、俺忘れてたよ。だったら最初からパルサー買って、パルサーを、あー、そっか、多分ね、パルサーを、フルチューンにして、ターボターボターボでも、まあ、勝てたんじゃないかなって気がするんだよね、セブンじゃなくても。多分パルサーでも勝てたんじゃないかなと思うんですよね、ドライでね。で、ウエットコースになって、でもウエットでもパルサー 4WD なので、うん、それでパルサーでも勝てる。あー、なんか失敗したな。これまたお金稼がなきゃいけないじゃん。そうですか。まあ、ちょっと一旦ちょっと行ってみる。はい、ちょっと。ウェットコースがあるんだったら最初に言ってよって感じだよね。あ、ダメだ。レインタイヤ買ってきてない。絶対無理じゃん。無理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 、全然無理、全く無理。危ねえ。すげえ危なかった。すいません、出直してきます。ショップ、あ、まあまあまあ、とりあえずまずウェットタイヤ買わないとダメだ。でね、もうスタッドレスタイヤもすでに売ってますけど、もうね、もうなんか完全にまだあるよって言ってるよ。とりあえずレインタイヤ買う。でもどうせだからスタッドレスタイヤも買っとく。増えてたりする。増えてないね。増えてない。だからこの中でやっぱりあれだな、 4WD でやっぱパルサーだね。ダメなんだ。全然ダメじゃん。ちょっともう FD じゃ勝負にならないから、まあ、とりあえずパルさん買う。で、チューンアップ、
週は全部できそうだね。試しで走ってみますか。車とパーツ、レカーチェンジ、レカルサー、シフトアップだね、ちょっと外してみようかなで、パルサにつける、35まで行く。多分これ、セブンよりもしかしたら早いかもしれないぞ。ちょっとこれで走ってみましょうか。ちなみにこれで。ドライコース走ったらどうなる？へへへ、早いぞ、セブンより早いぞ。俺何のためにセブン買ったんだろう。じゃあちょっとウェットコース行って、レインタイヤお試しで、掛け金一番高いのでどれくらいだろうね。
これ400までかけられるね。はい、これでどんなもんかっちゃだよね。ちょっとでも走り方がよろしくなかったからね。もう1回だけやってみようか。でもちょっと勝てそうになかったけどな。もうちょっともう1回だけ。追いつけない。もうちょっとなんだけどな。ダメだね。そうですか。はい。ということは、ちょっと現状このままだと勝てないね。これセブン買ったの裏目だ。なんてことだ。そうか。もうちょっとだったんだよな。スタートで、その4000回転とかそれくらいでもうホイールスピンしてしまうから、シフトチェンジし、シフトアップしました。やっぱちょっとあの回転数が上がってパワーが出れば出るほどあのホイールスピンしてしまうので、ちょっと低回転域だよね。そこをやっぱ使っていきたいので、やっぱこれターボじゃなくてスーパーチャージャーだな。はい、じゃあちょっとスーパーチャージャー3つつけてやってみたい。うん、そうだね。もしくは、ミドルターボとスーパーチャージャーの組み合わせかな。うん、ちょっとそんな感じだね。ちょっと現状ではちょっと勝てそうにないので、じゃあちょっと またお金を稼がなきゃいけない。お金稼いで、でもそうかな。お金稼いで、もう一回、400ドルかけて勝てるようにならないと多分挑戦できないんで、みたいね。はい、まあ、じゃあとりあえずそうですね。いやー、なんだよ、セブン買うんじゃなかったな。はい、というところで、じゃあ次回はお金を稼いできます。お金稼いできて、スーパーチャージャーを3つ買いたいと思います。3つ買って、その組み合わせ、もしくはスーパーチャージャー3つつけるという状態で、多分それでいけるんじゃないかな。もうちょっとだったもんね。うん、
でちょっと、挑んでみたいと思います。というところでじゃあ今回はここまでにして、裏でまたお金を稼いでいきたいと思います。はい、というところで、はい、ご視聴いただいた方ありがとうございました。また、やっていきますんでよろしくお願いします。